ではフロントバンパーから見ていきます。傷という傷はそんなに目立つものはないですかね。ここにちょっとちっちゃいのがあるのと、ちょっと分かりづらいですけどここに、ありますね。まあ大きなのはフロントバンパー特には見当たらないかな。下の方でここら辺とか、まあこれぐらいですね。はい、ヘッドライトもこんな感じで綺麗な感じで、グリルも特に塗装のハゲがない状態ですね。はい、続いてボンネット、特に傷、へこみ等は見当たらないですかね。はい、続いて左のフロントフェンダーです。フェンダーも結構綺麗な状態ですね。こんな感じになってます。ホイールは純正のホイールで、タイヤサイズはですね195/55の16インチ、タイヤの溝がこんな感じです。まあ、まだ溝は十分残ってますね。はい、ドアミラーの方も綺麗な状態で、助手席側のドアも綺麗かなと思いきや、これちょっと傷がありますね。そして、左側のリアドア、こちらは特に気になるところはなそうです。で、サイドステップもうちょっとガサガサガサとなってるのが分かるかと思います。タッチアップしてますね。そこ以外はそこまで気になるようなところはないかな。はい、あとはへこみですが、ここにちょっとへこみがあるのがわかるかと思います。あとはドアにはなさそうですね。で、左の、リアのフェンダー、こちらの傷は大丈夫そうです。へこみなどもなさそうですね。はい、リアのホイール、ちょっとガリ傷が多めにはなってますね。タイヤの溝はフロント同様まだまだ全然残ってます。で、リアバンパー、目立つような傷は、この辺と、この辺りですかね。ちょっと擦っちゃったかなといった感じですね。マフラーはノーマルです。で、トランクとリアウィング、こちらの方は特に気になるような傷、へこみはないですね。はい、じゃあ右リアの、フェンダー見てみたいと思います。綺麗な感じですね。右リアのホイールはこの辺の割り傷ぐらいかなといった感じですね。そしてドア、目立つような傷は特になさそうです。サイドステップなんかもこんな感じで比較的綺麗な感じですね。へこみはどうかな、大丈夫そうですね。ドアも大丈夫そうです。はい、右フロントのフェンダー、こちらも綺麗な状態ですね。へこみなども特に見当たらなそうです。右フロントのホイールは比較的綺麗な状態ですね。最後にルーフ、傷へこみは目立つようなものはなさそうですね。はい、CL1 の UR結構少なくなってきました。状態としては外装なかなかいいんじゃないかなと思います。以上です。